やっほーい。なるほど。昼ごはんはまだです。じゃあ充電できてるかな。これこれっしゃ。ジュンダーさんハート、ジュルちゃんさんハート、ありがとうございます。よし、オッケー。15分だけやります。アルビンズランクさんハート、シュンゴさんさん三寸玉、ありがとうございます。ベルちゃん会長さん三寸玉、しゅんごさんハート、じゅんたさんバラ、しゅんごさんハート、アルビンズランクさんハート、ありがとうございます。夜配信は多分できるかわかんないので、とりあえず昼ご飯はこれから食べます。ちょっと昨日メイクしたんで、もう私メイクしたらね、目が腫れるんですよ。ゆりさん、かわいいスタンプありがとうございます。じゅんたさん、花束ありがとうございます。 TikTok バズってるね。そんなバズっては、すごいいいねはいただいてますけど、嬉しいですね。
チン接種受け弱め副作用出て今日見に行けなくなりました。あらつむじかぜさん、たこ花火ありがとうございます本当に2、3日はね大変ですからね。本当に。わあ、なんて読むんだろうこれ。全然読めないわ。算数玉ありがとうございます。全然読めないけど、ロシア語か。なるほどね。確かに多分6、ロシア語だと思うけど。ブルーハイミー400もあるんだけど。嘘。いいじゃない、いいじゃない。あれかな、チャレンジかなんかで。見知らぬうちにチャレンジしちゃってる感じ？算数沼ありがとうございます。日本語把握してなかったら申し訳ない。アマプラとネットフリー映像だけ見れないどちらがいいかわかんないな。私は、なんだろう。で、Amazon プライム、Netflix 結構、入ってる映画とかの種類が違う気がする。ネットフリは、あ、
タコ花火もありがとうございます。ジュンタさんハートありがとうございます。ネットフリーはなんかジブリがあるっていう噂なんで、私はでもジブリはなんか海外の方しか見れないっていうのを聞いて、そうジブリ見れるじゃんと思ってすごい検討してたんですけど、海外の方しか見れないみたいなやつを見て、そうそうっていうのを見て、あーマジかと思って、なんでジブリはもう好きなやつを DVD で買うしかないなって思いましたね。私は Hulu に入ってます。そうジブリ配信見るの頑張って。でそうテレビで見れるけど、やっぱ本当にある一定期間しか見れないから、しかも私が好きなのはね今回流れてないんですよね。何が流れたっけ、なんかさ金曜ロードショーで多分先週先々週ぐらいからジブリやってるんですけど、そう私が好きなのはね魔女の宅急便と、あとあれあれ耳を澄ませばとかそっち系なんですよね。そうだからめっちゃね、私金曜ロードショーめっちゃ好きなんですけど、金曜ロードショーのサイトを開サイトにね、な来週は再来週は何があるよっていうのを分かるんですけど、ちなみに来週はジュラシックパークが2週にわたってありますね。ロストワールドジュラシックパークってやつと普通のジュラシックで、9月24日と10月1日がインディ・ジョーンズが魔球の伝説最後の聖戦ってやつがあるそうです。そうでも風立ちぬ好きだったんでね、嬉しい。そうジュラシックパークでも私あんまり見ないんですよね。前見たことあるかな、でもなんか長いも見た気がする。連続録画にしてるんでね、あれなんですけど。ジブリシリーズやってほしかったな。アベマね、アベマ系は分かんないや、何が。ヒアルーションを見始めて CM を避けてフールに切り替えることが。なるほどね。お、15分経ちましたね。私はね、フールにない作品がすんごい多くて、そうだからフールにないなと思ったらもう諦めますけど、でとりあえず15分経ったのでランキング読みます。13位
伯爵さんありがとうございます。12位チュンチュンさんありがとうございます。11位ユキタンさんありがとうございます。10位ツズリンダルマさんありがとうございます。9位ココさんありがとうございます。8位フルフトさんありがとうございます。7位ヨンミンさんミスさんはありがとうございます。6位シュンゴさんありがとうございます。5位 MT07 さんありがとうございます。4位アルビンツランクさんありがとうございます。3位つむじかりさんありがとうございます。2位ベルちゃん会長さんミスさんはありがとうございます。1位竹本さんミスさんはありがとうございます。さあということで、本日はまじむり学園の舞台に出演させていただきます。ゲストとして、まあゲストコーナーはね、一休みお笑いコーナーみたいなもんですからね。なんかいい感じにレイちゃんとふざけたいと思います。さあということで、1650キリの皆さん本当にありがとうございました。夜できればもう一回やります。それでは終わります。バイバーイ。